あっちの方見てみようか。風で、飛ばしてますね。飛ばしてますね。飛ばしてますね。ヨーブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは、原神好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、今日は記述期間の解説をしていきたいと思いますが、まあ、本日、風の期間が増えましたね。これって、まだ知らない方もいるかもしれないですけど、風は向きを変えることができるので、相手を吹っ飛ばす場所が変わります。なので、そこら辺の説明ね、冒頭の方で出した動画みたいな使い方ができるんで、その説明もしていきたいんですけども、基本的にいくつかあるんで、その記述期間の大まかな説明全部していきたいと思いますね。最後の方までご視聴していただければと思います。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目の項目、風は向きを変えて陣の代わりにっていうところで、記述期間風三式っていうんですかね、これレベル上がっていくと三式とかになってくると思うんですけども、まあ、ノックバックの距離がどんどん伸びていくんですね。この現在のレベル5の段階でもう結構吹っ飛びます。もうなんだろう、主人公の銃撃とか、あとスクロースの銃撃とか、あれよりも吹っ飛びますんで、まあ、かなり有効に使うことができるのかなと。普通だったら前に飛ばして、まあ、相手をできるだけフィールドに留めておいて、他の機関で攻撃をするっていう方法なんですけども、まあ、フィールドによっては敵を落とすために使うとか、そういう落とす補助に使ってもいいと思います。なぜなら、ダメージ自体は入れることができるんで。なので、それの使い方をちょっと動画でも説明していきたいと思います。はい。で、一応これ実演ですね。で、こいつ設置した後に、この丸い球体のところに目玉みたいのついてますね。これが相手を吹き飛ばす、ノックバックする方の方角を決めるもの。これって触るとこう向きを変えることができるんですね。丸ボタンで。で、向きを変えると横に移動することができます。それ実演するとこんな感じ。まあ、それを2つ複合で使うと、横に吹っ飛ばして、さらにそこで連続でバンボンと与えていくようなことができます。なのでちっちゃいやつに関して言うと、これで吹っ飛ばすことができる。で、これで回転して、後ろの方にやったりとかもできるし、まあ前にやってそのまま戦場維持して、記述で倒すみたいなこともありだと思います。で、こう銃撃しても、二段構えみたいな。こういう戦い方ができるの面白いと思いますよね。まあ、ジンさんとかで、ちっちゃいやつを、横にやっていくっていう方法もあるんですけど、こんな感じ。ただ、回収期間のエリアで倒してないんで、回収期間を使ってやるのでは、ちょっと使えないのかなと、あと序盤で使う感じ。中盤とかになってくると、こういうでかいやつが出てくるんで、少し足止めしながら、チャージするときに、風のノックバックのときに、少し相手吸い寄せたりするんで、相手が、動きが遅くなります。で、その隙に、まあ、こうやって縦系だったら、火と雷で過負荷をかけて、足止めしていったり、凍結かけていったりとかすると、さらに拡散でダメージが伸ばせるんじゃないかな、みたいな使い方ができる。一応これ、陣なしでもこんな感じで使えますよっていう、この風の新しい記述期間の使い方でした。はい、期間の種類説明の解説ですね。で、一応こちら5種類今実装されてるんで、それがレベル5の段階でこの数値っていう数値の表です。で、これが何を意味するのかっていうと、例えば距離とかが全然違いますよね。なので、例えば水と炎を組み合わせて蒸発かけたいとかであれば、水を前のエリアの方に置いて、水がついた状態、エリアで水つきますよね。で、水砲で敵を止めます。それに対して、後方から炎で援護する。例えば1ステージ目とかだったら、入り口あたりに水を置いて、で、ちょっと進んだところに炎を置いとけば、両方見ますよね。遠距離の方は右から来るのと正面から来るとき、両方を見れます。で、その先に水があると。なので、遠距離効果力系を後方に置いて、まあ、元素つける系のやつを
の先に置いとくというようなのがいいと思います。同じように炎と雷とかだったら、例えば雷を同時に複数につけれるんで、まあ、雷を少なめで炎を多めとかの方がいいと思います。なぜなら攻撃力の威力が違うからですね。なので攻撃力の高い炎とか水とかを多めにした方がいいのかなと思います。水氷の組み合わせでも同じです、ね、敵の動きを低下させて範囲ダメージを与えるのを、まあ、先にかけておいて水で仕留めるみたいな。だいたい2元素ぐらいの組み合わせとかで1エリアとかでやると結構安定するのかなと。それに例えば風をノックバックと引き寄せ効果のある風を一つ加えてあげると、さらにダメージが加速的に伸びるというような感じですね。炎雷のペアで風が少し前にあると相手はもう何もできなくなるみたいな、そういった形で使うといいと思います。で、機関の種類の回収機関ですね。これレベル3時点で敵を、周囲範囲内っていうのがあるんですけども、こちらで倒した場合この追加でポイントが入ります。技術点が入ります。これが8メーター以内ですね。レベル3の時点だと8メーター以内。最初は6メーターとかだったと思うんですが、それで6ポイント入ります。で、敵の種類によって点が変化することはないので、雑魚キャラとかでかいやつとかっていう風な区別もないです。なので、序盤の細かい敵で稼ぐのがいいので、序盤の布陣を敷くまでの間に、まあ、出しておくっていうのがベストだと思います。で、近距離系なんで、エリアが狭いんで、どっちかっていうと遠距離の記述のものに対して前方の方に置くっていう使い方がいいと思います。で、後半は火力の高い記述機関に変更することをお勧めしますので、変更後は何を置くかも決めておいた方がいいかもしれないですね。もうそれずっと残しておくっていうのがもう全く意味ないものになりますので、使い方を注意した方がいいです。で、効果が重複するのです。で、8メーター以内に例えば回収期間が3つあったら、それで18ポイント追加で入りますよっていうことですね。一応試しにやった動画もありますので、よかったら見てください。6308式ユニット、6308式ユニット。で、次はまだ未実装なんですけども、まあ4種類。弓は岩特攻ですね。で、結構今までは岩対策とかが難しかったんで、まあ、岩元素のキャラクターを入れたりとかしてたんですけども、この弓で対策ができるようになります。で、記述機関というものがあって、これはまあ効果範囲が定められてはいるんですけども、この効果範囲内にいるその機関系の火力が上がるというものになりますね。これかなり優秀なものだと思います。強化範囲のね、6メーターっていう効果範囲と、あとは相手に対して与えるダメージが増加するってことなんで、おそらく火力の高いものと組み合わせるとその効果は跳ね上がってくるんじゃないかなっていうことです。レベル上がると重複もできるんで、例えば炎の機関の周りにいっぱいつけとくと、超遠距離で超高火力みたいなことも成り立ってくるとは思います。で、こっちの嫌いなんですけども、これはすごいですね。火力レベル上げるとめちゃくちゃ上がってくると思うんですけども、敵が突っ込んできた時に、通過するものに対して必ず当たるというようなものになります。で、敵を倒したら追加で爆発するみたいなんで、例えばでかいやつだけじゃなくて、雑魚が混ざったりとかしてると追加攻撃発生しやすくて、まあ、混合部隊とか相手にすると非常に強いんじゃないかなとは思います。あとは記述っていうのがあって、これはワープできるポータルをこう作ることができますね。なので、最大2つまでしか設置できないんですけど、例えば、
3ステージ目みたいにエリアが分かれてるところとかであれば、そのポータルを置いて、まあ、行き来して対応できるんじゃないかなとか、例えば前線と、まあ、後衛のとこに設置しといて、まあ、通過してしまった相手をどう処理するかみたいなのに使い道だと思います。まあ、こんな形で、まあ、全ての、機関の説明になります。どうもありがとうございました。どうも最後までご視聴の方ありがとうございました。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしていきますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。